はい、えー、目を釣り上げると、若くなった、琴藤です。しょうもないな。こんにちは、琴藤です。琴藤と同じ時代を生きた、名陸士シリーズ。今日は64代横綱、明けぼの。はい、えー、外国人初の横綱でございますけども、幕の内の対戦成績は、私の2勝、明けぼのの4勝と。 勝てませんね。そりゃそうですわね。えー、マグロジ上がって、まだ彼が横綱大関になる前には2連勝したんですけど、あとは力の差が開く一方でございます。えー、勝てません。あの、2メートルを越す長身からのね、やっぱ突き押しっていうのはね、本当にすごい。もう立ち合いのあの、も手突きの威力。これは、 当たった人でしか分かりません。なので対戦相手はいかに、あけぼのの立ち合いのこのもろ手突きをうまく跳ね上げるとか、下に潜り込むとか。まあなかなかそのあけぼのよりね、リーチが長い人なんていませんでしたから、もうまともにやっぱ食らっては、え勝てる人はやっぱり直進、 では、いませんでしたね。で、まあ、そんな彼なんですけども、まあ、あの、日本に来た時に、えー、大相撲、東関部屋、えー、高見山関の部屋ですね、えー、入門しまして、当時部屋が本中にあったんですね。えー、うちの部屋は、えー、太平町、太平町ということで、よく歩いて、その、うちの部屋にね、出稽古、何回も来てて、 ものすごい初めに見たときはね、まあ紹介されたときに、あの高みをだかなんかに紹介されたときには、本当びっくりしましたねえ。誰かなんか兄弟で入ってきたのかななんか大空だかなんだかえ、兄弟で入ってきたとは思うんですけども、ものすごい背がね、もう細くて高くて、もう手足が長くて、もうなんかタラバガニみたいな感じの印象があったんですけども、まあ一生懸命その真面目にね、あの稽古場、 えー、真面目にやってたんですけども、えー、女二段からもう三段目ぐらい上がったぐらいなのかな。えー、まあ僕はまあ重量上がってたんですけども、えー、彼がちょっとね、あの稽古場で、まあ自信ついてきてたんでしょうね。少しちょっと舐めたような態度、言動をちょっとしたんで、えー、僕が胸出してね、えー、まあ今では絶対できないような、その可愛がり。 えー、そういうようなことをしたら、もう藤崎怖い、藤崎怖いって、もうあの、ゲーやめるまでそんなことをね、若い衆になんか言ってたみたいで、で、もう、もう全然怖くないんですけども、まあその後も、まあ、要するにその幕の内上がってから、その、横綱とはね、まあ親しくちょっとお話しさせていただいて、まあ、彼なんかもう、やっぱりすごい気が良くてですね、横綱になってまでもその支度部屋に入ってきたら、 もう、番付でもう、ものすごい、もう1両ぐらいまで落ちた私に対しても、ちゃんと正面向いて、お疲れさんでございます。挨拶してから場所入りしてた。もう、これはなかなかね、横綱になっても、横綱になった人がね、現役横綱がその、やっぱ俺に対してそんなことするなんて、初めてっていうか、まあ、そ、そこで、なんていうか、その気持ち、 の良さっていうかね、そういうのはやっぱりありましたね。でだからそんなようなことだから、その横浜巡業の時に、あの僕が、いやもうもう辞めるか辞めないかですよね。もう先に風呂入っちゃってて、さあ、明け物が来て、お疲れ戦力で MS、富士関、もう稽古終わりましたよ、なんてニヤ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 笑いながら教えてくれたり、まあその後ろでね、あの高野原がもう、 鬼のような行巣で俺に、俺に睨みつけられてたんだけど <laughs>、まあまあまあ、そんなような話もございました。後々ね、その本当、もう、若隆のライバルっていうようなね、そういうような力士になるとは思わなかったわね、そこまではね。だけど、あの、彼なんかね、一番初めにえ土をつけられたのがう、あの、同期生のね、うちの付き人だった、あの、ことのみね、うん、堀内くんに一番初めに負けたのよね。 うん、だけどまあ悔しかったんだろうけどもそんなこんなでねもうすぐ出世コースっていうかですねものすごい突き押しを武器に、えー、重量幕内と駆け上がってきてでまあまあ僕もその幕内のもう晩年っていうかねまあそんなような頃かな えまあ、ゆくゆくはね、そういうふうに若鷹のライバルとして、まあ、横綱としてもね、もう立派にもう務め上げて土俵を。まあ、その時あの、ね、双子山部屋の僕らがその、鷹の波だとか、もう鷹通りさんだとか、まあ、結構仲良くしていただいた頃に、その3人のね、 アケボノ、高野波高ミ、力3人の優勝決定戦あったんだけど、もう、みんなね、その、自分自身でね、絡み合ったもんですから、えー、もう誰を応援していいか、もう、もう波が優勝してほしいな、もう、も優勝してほしいな、いやいや、アケボノも優勝してほしいな、だってもう、もう、本当なんかね、ただの大相撲ファンになり下がった自分がね、<laughs> ありましたね、その時はですね。 で、まあそんな彼もね、晩年ちょっと膝を壊して、思うように相撲が取れないということで、まあ引退したんですけども。まあその後ね、プロレスでね、ものすごいその全日本プロレスで一生懸命頑張って、えー、チャンピオンにもなったし、ものすごいその活躍したんですけども。 まああの、今はですね、えー、もうちょっと不運なことに、あの、病気をされて入院ということで、で、ものすごいね、あの、テレビで見たんですけども、リハビリ、本当なんか大変なんですけども、まあ、その、彼のことだから、あの、一生懸命ね、それに打ち勝ってね、えー、また、元気な姿で戻ってきてくれることを信じております。えー、まあ、ここで64代、 元横綱、明物にエールを送って、今日はこの辺でグラッシューズ